島田智明は、日本の政治家。大阪府河内長野市長。大阪府河内長野市出身。河内長野市立小山田小学校入学。河内長野市立楠の木小学校卒業。大阪製工学院中学校、高等学校卒業。1993年3月、京都大学工学部情報工学科卒業。1995年3月、 東京大学大学院理学系、研究科情報科学専攻修士課程修了。同年4月、AT カーニーに就職。その後、富士シ,シンガポール、富士通コンピューターズシンガポールなどの会社で勤務。2000年3月、シンガポール国立大学大学院、経営学研究科 MBA 修了。2005年8月、フランスインセット大学院。 経営学研究科 PhD 終了。2007年1月、国際大学大学院国際、経営学研究科アシスタントプロフェッサーを経て、神戸大学大学院経営学研究科准教授に就任。2015年、奈良県王子町地方創生本部顧問に就任。2012年7月8日投開票の河内長野市長選挙に立候補するも、現職の柴田啓治に敗れ、 落選。当日有権者数9万3138人。最終投票率 38.00%2016 年7月10日投開票の市長選に市長給与30%削減。退職金ゼロを公約に掲げ再挑戦。現職の柴田を破り初当選を果たした。8月3日市長就任。当日有権者数 92,642人、最終投票率55.29%市長の人気満了に伴う2020年7月12日投開票の市長選では、河内長野市議会議員や議長を歴任した浦尾正文を破って再選を果たした。当日有権者数89,366人、最終投票率46.96%市味はマラソン。 フルマラソンのタイムは3時間2分59秒。ハーフマラソンのタイムは1時間30分40秒。ありがとうございます。